せい。命を喰らう破滅の力、それこそ全て剣の行き着く先。違う、答えはそれだけではないはずだ。目覚めたか、師匠。飲まれかけておったな、殺意の波動に。俺は。あんたが竜だろ。ああ、君は。俺は逆巻く風のラシード、世界を旅する風のヒーローさ。若、ヒーローがなぜここに。それは話せば長い。とにかくあんたに頼みがある。俺と戦ってくれ。自分の力を試したいんだ。若あ、あれ、ネットじゃ構えたらとりあえず戦ってくれるって話だったけど、調子悪い？戦いの中に答えは忘れたのか。お前の口癖じゃろう。ですが、このままではいずれ。戦いとは戦う相手を知り、己を知ること。一人で迷っていても何も知ることはできん。本当はお前も分かっておるはず。おーい気分が乗らないなら。分かった、戦おう。そう来なくちゃ。そら、波動拳、波動拳、真空波動拳。ここからだ。そうや、大空さあ、走れ。さあ、えっ、大空昇竜拳、さあや昇竜拳。バカだ。いやー、負けた負けた。おこ、でも助かったよ。ちょっとは分かった気がする、自分の力ってやつ。ありがとう、あんたと戦えてよかった。ああ、俺もだ。じゃあな。行くのか。俺もこの力をもっと知らなければなりません。ならば剣と会うがよい。お前のことを心配しておったからな。はい。遅くなった。師匠から話は聞いたぜ。殺意の波動のこともな。破滅の剣、そうではない答えを俺が見つけるためには。ふん、いいぜ、付き合ってやるよ。来いよ竜。ああ、行くぞ。波動拳、波動拳、真空波動拳。とわ、体だ。せや、せや、ライト。やるじゃねえか。だが、心配するな。お前が殺意の波動に飲まれても、俺がぶん殴って止めてやる。だから気にせず戦ってこい。ああ、シャドウか。お前を探していた。
殺意の波動が。人を外れた力、やはり互いに惹かれ合うということか。私と戦え。私は知らなければならない、この力の扱い方。俺も見極めたい、この先を。殺意の波動、聞いていた話とは印象が違うな。まだ完全に抑えることはできないが、覚悟は決めた。この力の先にあるものを知るまで戦い続ける。それがどんな答えであろうと。そうか、お前と私の求めるものは違うようだ。だが得るものはあった。礼を言う。また戦おう。メルはまだ寝てるのか。ぐっすり。でもよかったの？せっかくのお休みなのにパーティーなんて。普通なら断るところだが、神月のお嬢さんからのお招きだしな。それにあの家にはいつも強い奴らの情報が集まってる。また誰かと戦うってこと？もちろん。今年こそはあいつに勝ち越さなきゃいけないからな。あなたたちってそればっかりね。え？最初からそうだったじゃない。あなた強いのね。何のために戦ってるの？お金？それともスターになるため？俺には倒さなくちゃならない男がいるんだ。そいつともう一度戦うためさ。あれから何度あなたたちが戦っているのを見たかしら。まさかここで始めるつもり？見てろよイライザ。波動拳。これで勝ち越したな。次は俺が取るさ。あれ、こっちだと思ったけどな。うん、だからさっきの執事さんに案内してもらえばよかったのに。抜いてみる。さては不法侵入ってやつだな。え？違う違う、俺たちは今晩のパーティーの客で。これも仕事だ。黙って潰されてる。しょうがねえな。ん？どこかで会ったことあるか？はあ？知らねえよ。波動拳。そりゃ。手に波動拳。昇竜拳。波動拳。昇竜拳と。それにしてもどこかで見た顔だな。いや、
体型は違ってたか？不法侵入者のくせに。客なのは嘘じゃないって。ほら。本当だ。ようこそミスターマスターズ。イライザさん、メル君もお待ちしておりましたわ。お招きありがとう、カリンさん。あら、何か失礼があったようですわね。お詫び代わりに食前の運動はいかが？嬉しいね。本当にも。お手並み拝見といくか。全米格闘を楽しませていただきますわよ。波動拳、低波動拳、昇竜拳、低波動拳、入ってきて波動拳、ド派手な波動拳を決めるぜ。ド派手にな。大丈夫だ。波動拳、低波動拳、起きたか、メル。ではまずはお部屋へご案内させますわ。リュウさんは来ないの？今あいつは戦ってるんだ、殺意の波動と。殺意の波動。あいつがどんな答えを見つけるのかはわからない。そもそも答えがあるのかも。剣。でもな、どんなに辛くてもあいつは進み続ける。それだけは確かだ。なら俺もそうするだけさ。いつも通りね。この子と暮らし始めて1週間。ここでの生活には慣れてきたみたいだけど、時々見せる表情が気になる。何か力になれたらいいんだけど。これ、私が新米だった時に使ってたものよ。つけてみる？あ、ほら、こうやって結ぶのよ。毎朝こうやって髪を結びながら気を引き締めてたの。強くならなきゃって。小さい時から強かったんじゃないの？いいえ、これをつけてた頃は失敗ばかり。一人で何とかしようっていつも焦ってた。はっ！その蹴り技、あの男。あの男？まさか、どうぞ。君は何も知らないのだな。答える気はないってことね。それなら、やっ、やっ、やっ、えっ、や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 っ、君の美はまだつぼみだ。咲き誇ったバラの完璧さには届かない。しかし、つぼみが開く時を待つのもまた一興か。ふっ！父さん。ICPO のチュンリーだったな。ここで何を？シャドルの幹部、バルログの目撃情報を追ってきたの。まさか一人でか？許可が降りるのを待ってはいられないわ。私には彼らを追わなきゃいけない理由があるの。お願い、このまま行かせて。どんな理由があろうと、
市場に振り回される人間は捜査の邪魔だ。気持ちはわかる。だが奴らは危険すぎる。危険なことなんて百も承知よ。だからこそクンフーを積んできたの。チュンリー、一人でも戦えるように。わかった。そこまで言うのなら君の実力見せてもらおうか。力のないものを戦場には出せない、当然のルールだ。ええ、分かっているつもりよ。なるほど。これでも決められないなんて。君は強い。だが単独捜査は許可できない。そんな。私たちと協力するというのはどうだ。なし。でも疑っているのか。シャドルの内通者かもしれないと。そういうわけじゃ。行こう。バルログの潜伏場所は分かっている。ふん、雑魚どもの慣れ合いか。私が手を下すまでもない。バルログ、行け。貴様らに似合いの相手だ。て、幹部でくれて挑戦のりがて泣いてみろ。ギッチギチにしてやるぜ。ヒュー、帰っこしね。はい、うわ、行け。ここは私たちに任せろ。ありがとう、二人とも。見つけた。私に追いつくとは。だが君一人で何ができる。私は一人じゃない。今度こそ負けるわけにはいかない。哀れな、つぼみのままで散る定めとは。シャー、そうだ。シャー、あなたを拘束します。さあ、父さんのことも話してもらうわよ。過去の影を追い求めるその目、その姿、美しい。そうだ、私は君の父を知っている。そしてその末路も。また会おう。君が花開いた時に。誰も頼りにできないと思っていたの、ずっと。二人とも力を貸してくれてありがとう。もうこんな無茶はするなよ。奴らは手強いぞ。分かっているわ。でも諦めない、これからも。さあ、できたわ。ありがとう。私も誰に
にも頼れないと思ってた。リーフェン、私も強くなりたい。お姉ちゃんみたいになれるわ。みんなで力を合わせれば何だってできるの。一緒に頑張りましょう。